こんにちは、長山です。こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてさて、長山さん。さて、はいえー。10月、これが30日の更新になるんですけどもね。えー、世間ではハロウィンですかね。ああ、ハロウィンまン、あ。今年はちょっとね、みあの密を避けるために、あまりこう、 パレードとかそういういのはないいみたいですけども、うん、なんか渋谷、そそそうそうそう渋谷ね,うね、集まらないで、スクランブル交差点集まらないでみたいな。そうなんだよね。なんかみんな、なんていうか、最近の人はその、お笑い、テレビとかのお笑い番組の影響でね、そのうん、来るなよ来るなよって言ったらこう <laughs>、お笑い芸人の振りかみたいな感じでね、ダチョウの押すなよ押すなよみたいな感じに受け取る若者は多そうですけど。うん まあどうなることやらって感じですかね。どうなんだろうね。まあリスク高いですからね。そうそう、リスクは高いですからね。もともとあの月末は、ここ最近はリンク10という、その月にえ永山さんと私で5つずつリンクを持ち寄って、なんかこう紹介するコーナーをやってたんですけども、ちょっと最近ゲストを月初に呼んでるから、永山さんとしゃべる。 回が多い方がいいかなと思ってリンクちょっと一回なくしてみましょうかということで、うん、はい、はい、今回はね普通に喋りますね、喋りましょう。どっちがいいんだろうね。どっちがいいですかね。わ <laughs> かんないです。まあ僕らとしてはねどっちでもねまあ話すことはまあ一緒だ <laughs> まあ話す側はねそのリンク先があるかないかみたいな感じですか、ね。はいまあ、リンク先があるとどうしても、ね、画面が見えない方がねいらっしゃいしそうそうそう。そやっぱりねちょっとそういう感想もあって、うん、ね YouTube のコンテンツとかだとね。 こういいのかもしれないけど、なかなか、ポッドキャストで画面の内容をこう、説明するのが難しいっていうのもあるので、ちょっと今日はおしゃべりで行ってみようかなと。はい、思いますと、はいです。ですよ、実はですね、先週、ちょっと会社の用事で、割と大きめの用事で、東京に出張がありまして、なんとなく検討をしてま,まそうですね <laughs>、まああの。まあ、会社の行事が、まあ、行事とかね、 大事なイベントがあって、東京に、半年ぶりぐらいですかね、出張があったんですよ。そもそもだって、クリスさん、オフィスも行ってない、ね、オフィスもね、あんまり行ってないですね。あのー、本当に月に1、2回行くぐらいの、まあ、京都オフィスはね、京都のオフィスは家から近いんで、別に行きゃいいんですけど、まあ、なるべくこう、なんだろ感染者が出た時の対処とかもあるので、はい。うん なるべくリスクを分散させようという意味でやってますけども。で、東京に、ね、行ったんです、久しぶりにね、新幹線乗ったんですよ。あ,あどうでしたいや、なんかね、まずね、あの新幹線乗るときにあの、読み取り口がね、僕が乗ってない間に、QR コードの読み取りに変わってたんですよ。あー タッチと,うとそうか僕もそれ知らないやつ。そうそうそう。だから、<ー>なんかあれと思って、どこにタッチするんだっけ、これと思って、一瞬こう戸惑いが出て、なんか変なところにこうタッチとかしましたけど、QR コード読み取りのところにいつもどおり、えー、EXIC のカードをピッてやったらこう、あのーね、アプリで予約したあれが出てくるんですけど、うん、で京都駅は入ったら、なんかね、えーとまあ、大きくは変わってないんですけど、中にその、えー、スターバックスができてたりして、 スタバはなかったんだっけかあ,あったんだっけでもなんかあの、もと,もとなんかお蕎麦屋さんみたいなのがあったところが、もう大々的にスタバになってましたよ、ね、あそうん、なんでもスタバになるからね。本当ね、京都、町田スタバだらけになってますからね、今ね。<laughs> なんか分かんないですけど、スタバが。郵便局の数よりスタバの方が多いんじゃないですかね。<laughs> 確かに、なんか、でもそう言われても、そうかもって <laughs>、ね、思っちゃうね。思、う、っ、ん、ちゃうぐらいでしょ。思っちゃう、思っちゃうん。確かに。うん で、まあ新幹線乗って東京に行って、まあ今回宿をですね、えー、予約して行ったんですけど、まあ大体ここの時期に毎年行くんですよ。で、大体毎年同じホテルに泊まってるんですけど、うん、今年はですね、やはりそのコロナの影響で、もともとの宿泊の価格がまあ下がってるのか、ベースが下がってる上に、うん、GoTo トラベルの,あの割引がつ、えー、きまして、大体いつものね、6割ぐらいの値段 まあ、ほぼ半額ぐらいの値段で泊まれまして<ー>で。しかも泊まったらなんか分かんないけど、僕は知りませんでしたけど、その周りで使える2000円ぐらいの地域共通振興券みたいな、あク,ーね、クーポン券みたいなあの。特定特定のお店というか、地元のお店にで使,える使いますよっていうやつをもらって、なんかすごいお得な感じでしたね。だからああのまあ 僕はあまりこう詳しく調べてませんでしたけど、こういうなんですか制度を詳しく調べてる人は GoTo トラベルで、ね、行って、あのーうん、なんか泊まってやろうみたいな気持ちになるのはよく分かった気がします。ホテル自体はなんもう結構満室みたいな感じなですいや、ホテルはね、でも僕が泊まったところは割とそのレ,ジデンレジデンシーというか、連泊タイプの。 連泊のお客さんも受け入れられる。まあね、うん、あのホテル、ね、あ、キッチンとかがついてるような洗。洗濯機とかあるような。はい。まあ、僕は一泊しかしてないんですけど。うん、だったんですけど、そんなにね、あの、去年とかはね、やっぱ多かったですよ。もうほぼほぼ満室だったんですけど、今年はまだっていう感じでしたね。うん、うんまあ。京都は逆にほら、これからあの紅葉の季節が。 始まりますね。らね。ね今、オンシーズンなのかな。うん、そう。なんか知り合いもちょこちょこ旅行を京都、ね。なんか来てますよね。ツイッターとか見てると、うん、あの、京都に、うん、あ京都にいるんだっていう人が結構、ね。なんかでもあれですよね。こう、来てるんだったら、わあ、会おうかーって声がかけづらい。づらいん、ね、微妙な、こう、なんか。<laughs> もやっと、あれがありますね。別にね、あのー、まあ、なんだろう。気をつけて会えば、別にその GoToEat とかやってるぐらいですから、 いいとは思うんですけどね。たださ、なんかね、その感染が結構ことごとく会食とかさ、そういうのでね、ちょっとクラスターがみたいなのがまにニュースでこう耳にするからどうしても警戒しちゃうところはあったりするんだよね、うん。確かに。で、その今、これ、GoTo イートって言いましたけど、GoTo イートの方もね、あのー、なんだろう、クーポン券ですか、えー。中山さん買いましたか、クーポン券を。買ってない。 これな、な、仕組みかんない。そもそも <laughs> 仕組みが分かんないですよね。僕もだから全然知らなかったんだけど、たまたま会社の人のツイッターで見かけて、あの、なんか地域ごとに、えっ、ー、と、予約サイトがあって、クーポン券自体の。なんか電子クーポンと紙のクーポンがあるのかな、二つ。うん、あなんかそれは見た。うん、で、僕、あ、だって見たっていうか、なんかコンビニとかにも貼ってあるもんあそうそうそう。ここでは紙が使えますとか。とその二つがあるというと、 ことだけは知ってるけど、どこで買えて入手できるのか分かんない。で、僕はなんかその紙のクーポンの予約サイトが、第、今日ですね、実は第2弾のサイトが公開されてすぐ売り切れちゃったんですけど、あの、枚数に限りがあるんで、あの、第1弾が、はい、ちょっと前に出まして。え、どういうことその何クーポンが、はい、その国家から売り出されるとなんですよね。そうそうそう、補助金が出るから、補助金というかね、税金を使うので、 例えば、えっと、4000円払うと5000円分のクーポン券が買えますよみたいな。でその差額あ。差額がお得ですと。で、そのクーポンで、えっと、所定のお店で、こう、物が買え,ます買えたり、食事ができたりするってこと基本、クーポン券、うん、お釣りが出ないって書いてあるんで、例えばその、ね、500円のクーポン券持って行って、うんうん、まあ、500円ぴったしのものなんてね、なかなかそうお店にないので、600円、700円とか。うん、あれはちょっとその、 500円のクーポン持ってるから、ちょっとね、いつもとは、いつものやつにスラダでもつけましょうかっていうことで、こう、活性化、経済が活性化されますよみたいな、うん、そういう。こでお金を使うと、はい。仕組みなんですけど。で、なんか、えっ、ー、とね、買える枚数に一応上限みたいなのがあって、京都、まあ、僕京都で買いましたけど、京都の場合は、あの紙のクーポンは1回の申し込みで、えっ、ー、とね、2万円分、 しか買えないんですよ。2万5千円相当のクーポン券が出てくるんですけど、それで。2万円払って。で、僕、そのマックス買ったんですよ。2万円。あ、もう買ったんだ。買いました、1> 第1弾の時に。で、買うと、なんかその引き換えコードみたいなのがメールで送ってきて、それを持ってファミリーマートに行くんですよ。うん、で、ファミリーマートの,あのファミポートってやつですか。あの、こう。あ、あの、 いろんなチケットとか出せるやつ。あそこにこう番号ピッピッピッって入れて、押すと、レシートがビーって出てきて、まあ、それを持ってレジに行って、2万円払うと、うん、そのレジの裏にあるそのプリンターでこう<な>クーポンが支払い。まさにチケットとこでか、そこで発見みたいなそうですねで。これがですね、ま、全く考えてなかったんですけど、その2万円分ぐらい買うじゃないですか。そうするとね、レジからね、 その35枚出てくるんですよ、紙が。<laughs> チケットがプ。プリントアウトされてるプリンターウその、いわば500円券、500円券、500円券、1000円券みたいな感じです。え、それはもう、そのパターンっていうのは決まってます。決まってます、決まってます。僕はだから5冊分買ったんで、5冊,分5冊分買ったんで、まあいえ、1冊分買うと7枚出てくるのか。ああ、あのレーザープリンターみたいなやつからずっと35枚、べべべべ出てくるってことですね。全然知らなくて。 行ったらなんかすげえいっぱい出てきて、お店の人がこう、<laughs> あのチケットってめっちゃツルツル滑るから、もうなんかお店の人がね、こうレジで一生懸命数えてくれて、<laughs> あ、すいません、すいませんって言いながら、なんか申し訳ないなという気持ちになりながら発見をしてもらいましたね。うん、は,<ー>はい。まあだからこれを使って、半年、え来年の3月ぐらいまで使えるのかなうん,うん。まあ、期間は結構あるので、 まあ家族でね、いたら、食事に、一回食事に行ったら、なんか、まあ、そこそこ使うじゃないですか、お金は。それはきょ、京都エリアで使えるやつを栗さんが買ったんですそうです、そうです。これでも京都エリア。うん、なんでと、京都の中で、家族とかで、じゃ寿司食いくかって言って使う,使うみたいな。う、は、ん、い。なるほど。結構いろんなお店で使えて、で、なんかあの、知り合いの飲食店やってる方に聞くと、自分の店で使えるようにするのも一応申し込みさえすれば、OK になると。 お店側も、お店側そうそう、飲食店側もね、もあ飲食店側も、うちでそのクーポン券使えるようにしたいと思ったら、<ー>まあ行政なり、なんなりにこう、もうそれなんかし、審査的なのもあるんですかなだって僕が急に、じゃあ、ファミリーパーティーじゃないけど、なんかこう、はいはい。やっぱダメじゃないダメでしょそうですね。<う>なんかあるんでしょうね、うん、そのお店の条件みたいなので、ゴートゴートイートだから、なんだっけそもそもその、 えー、コロナウイルスの感染症対策をちゃんとしてますみたいなそういうのもあったんじゃなかったかな,なんかそうですねそれにこう賛同というか対応してるお店みたいなのかステッカー配ったりとかしてましたので、ねはい、ああいうのでう連動してるのかな、はいはああなるほどなるほどなんか普段あんまりねこういうの僕こうスルーをしてたんですけど今回はなんか着せずして GoTo トラベルと GoTo イートをなんか使ってみましたみたいな感じになっちゃいましたね GoTo トラベルはもっと簡単で、本当にもうサイトで、予約サイトで、対象の宿とかがもう出てるんで、予約すれば別にクーポンとか発券せずに、そのまま適用されますみたいなね。うん、あ、ゃも支払いの段階で割引いた値段が、はい、でのして支払えばいいそうですね。で、かつまたなんかもらえるみたいな。もらえるみたいな。クーポン。<laughs> <laughs> 泊まるときになんかね、身分証明書を見せてくださいって。 言われたんで、あああれじゃないですか、やっぱり転,転売じゃないけど、なんかそういうのいですか、すかあその泊まるときですね、ホテルで。うん、だから、たまにね、いらっしゃるんです、そのホテルに偽名で泊まる人とかいるんですよ。あの、なんだろうね、まあいろいろんな都合で。そ <laughs> う、<laughs> まああの僕は、たまにいる僕はないですよ。僕、だからね昔ね、旅行系のシステムとかをたあのやってたことがあるので、<ー>あのだからあホテルに真面目に名前、あの要はその宿帳ってやつですか。 あれって別にほら別に本名じゃなくてもいいわけですよ。僕が例えばジョージ・クルーニーって書いて泊まってホテルの人からジョージ・クルーニー様って言われても別にまあいいわけじゃないですか。<laughs> まあ本当は本来的には何かトラブルがあった時に連絡がつくようにってよって,て書いてもらうんですけど、でも別に身分証の確認とかないわけなんで、その結構ね、例えばその何でしょう。まあ普通の出張とかはいいけど、それこそねなんかちょっとこうね女性の方とのなんかちょっと怪しげな旅行とか。 する方とかあ,<ー>あるいは何かそのあんまりこう人に言いたくない旅行とかをされてる方とかは名前をこう隠して泊まったりすることもあるらしいですよ。あ,あとスパイとかトム・クルーズとかねみたいなんで、まあ、そういう方たちは使おうと思ったら身分証を出してくださいって言われてあれお名前違いますねってなる可能性はあるっていうと<ー>こですかね。あ あれか、あれじゃない、なんか感染とかがあった時の経路をちゃんとね、トレーシングしなきゃいけないからっていう、まあ、それもありそうですね。確かに、確かに。そうなんですよ。ああ、それだったら偽名じゃだめだ確かにね。みたいなのが。だってジョージ・クルーニーから感染したみたいになっちゃいますもんね。まあね、別にそもそもジョージ・クルーニーからなっちゃいますから、そのそうん、報道。アプリでね、ってな大事件まあ、みたいなのがあったっていう話。 なんかでもあ,のあれですねファミマで発見するのはこう既存のシステムに乗っかってるからなんてい,うのいいアイディアのように一瞬思ったけど、うん、ちょっとやっぱ大変だったんだちょっとあまあまあ僕がいっぱい買ったからってのはありますけどあの既存の仕組みに乗っかってねこういうのが動くのは僕もめちゃめちゃ面白いなと思って、うん、ねえ うん、いや、いいアイディア、ねね、チケット発見って、まさにまあチケットなわけだから、あのね、それすごくいいなと思ったんだけど、まあ、ちょっと枚数が枚数確かにチケットってね、35枚もチケット買わねえよって話ですもんね。そうそう。逆にそのな、なんでファミリーマートだけなのかなとか、あとはそのああ確かに、ロッピーとかね、そうそう。あ,ありますもん、ね、ファミリーマートにはお金がどのくらい入るのかなとか気になっちゃいましたね。あ、<laughs> それな。 あのまあ、やってることじゃ別にそ別に無償で、ボランティアでやってたら、それはそれですごいですけど、やっぱ紙も出ていくし、まあね、経費はかかりますもんね。それこそ,そのファミリーマートのチケット発券って、月にどのぐらい出てるか分かんないですけど、今回みたいにね、その誰でも行でけますよ、ミニマムで7枚ずつ出ますよっていうやつでしょ、結構、だから、ふ動いてないチケット発券の機会が動くお店もあったりするんだろうなと思って。うん いや、地方によっては今回初めてっていうこともあるかもしれないですよ。だね。だから紙切れとか起きたら大変ですよ、これ。 うん、いや、めんどくさい。この、オペレーションとかがさ、たた確かに。それを想像するとちょっと気が。5枚ぐらい出たところで、紙切れですっつって、の在庫がありませんってなったら、もうなんか、冷やせもんじゃないですか。お金出し,しす、ね、それて。しかも紙足したけど、なんか、チケット発見済みの状態になっちゃって、あれなこれ、どうやってキャンセルするんだみたいな、ねいね。システムを作ってると、そういう、ね、<laughs> <す>異常系のことを考えちゃいますけど、ね、<laughs> そう。うん、そうなんです。 はい。みたいなことがあったっちゅう話で。ええー、面白い。なんかあ、面白いっていうか、あれだけど、はいその、なかなか、その、こう、話には聞くけど、経験はしてないので。ね。面白い、ね。へえという感じが。あったで、まあ、でももう売り切れ、こうといいとはもう売り切れなんですよね。はいま。またなんかやるとか言ってましたけど、第3弾があるとかって言ってましたけど、やっぱサイトがね、落ちちゃうみたいな。アクセスが多くて、サイトが落ちちゃう。サイトがもう、落ちちゃうぐらいなんだ。そうか。そう,そ,うそ,うそうなんですよ。やっぱこれはね、 なんでしょうね、その、そのピークを察知してサーバーを増強すりゃいいじゃんみたいな、っていうのは簡単なんだけど、まあ、うん、まあ難しいよねって。<laughs> まあ難しいよねって気はしますね。ねはしますよね。うん、そこにもコストがかかるわけだし、特にその在庫管理ではね、そのマスターが、マスターね、そ,うそ,うそ,うそこに集中しちゃうわけですから。はい。っていう話。 が一つありまして、うん、もう一つ今日はお便りがね、うん、来ております永山さん、はい、こちらちょっと読み上げさせていただいてもよろしいですかねお願いします、えー、かおりさんですね、えー、TwitterID、はい、カオリックス山本さんからのお便りですと、えー、クリスさん永山さんこんにちはこんにちはこんにちは毎週金曜日の配信をいつも楽しみに聞いていますありがとうございますお二人に質問があります クリスさんも長山さんもお子さんがいらっしゃいますが、家で決めているお子さんとの約束、お子さんが守らなくてはいけないルールなどあれば教えてください。また、子供に関するルールを決めるときは、ご夫婦で話し合ってからお子さんに伝えるのか、お子さんを含めた話し合いがあるのか、ルール決めで大切にしていることなどあれば聞かせてもらえると嬉しいです。お子さんの年齢や成長によっても、 親として気になることや身につけてほしいこと、変化していくことと思うのですが、お二人がどのように対応されているのかを聞いてみたいなと思いました。よろしくお願いします。と。いうことですね。はい。おありがとうございます。ありがとうございます。丁寧な質問を。<お>これね、僕が間違僕がね<る>あの、ツイッターで <laughs>、なんかあの、この、え、あのねその、ツイッターでですよ。これちょっと話がね、もうややこしいんだけど、まあ僕が、 ほんのついこの間、別の方のそのライブ配信、ポッドキャストのライブ配信を聞いてたんですよ。うん、で、それにこうコメントで途中からこう参加して、ワイワイって盛り上がったんですね。あ,あコ、コメントチャットコメントチャットそうそうそう。あの、あはい。あの、クタスっていうところのね、早川さんと。うんうん、前ゲストでも出られた。佐藤さんの瞑想ラジオっていうのが始まったんで、ワイワイやってたんですよ。うん、で、この山本さんがですね、うん、ツイッターでその瞑想ラジオ聞きましたと。 途中から、えー、クリスさんが入って、ゲストみたいな感じになってましたね、みたいなことが書いてあって。ああ、チャット参加みたいそう、なってましたね。で、なんかトークテーマとかの募集があるなら、えー、してみたいですって書いてあったのを、僕が多分ね、なんかすげえっとしてて、なんか勝手におっさんの FM のことだと思ったんですよ。その、わかんないけど。<laughs> なんでいや、なんだろうね。そのゲスト。で、うん、その瞑想ラジオに対しての、うんですよね。そう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 。うん で、一応僕へのメンションが書いてついてたから、なんか僕に対してこう、ちょっとこうお知らせも来たりして、なんか、<ー>なんかわかんないけど、その時に勝手にそう、勘違いしちゃいまして、いや、そあの、トークテーマならこっちから送ってくださいってって、うん、オッサーウェフのリンクを送ってですね、人のその、そのラジオの感想を横取り、<laughs> 横取り40万ですよ、本当ね。横取りする形になっちゃいまして。ほんとねす。すごい、すごい手法ですね。いや、ほんとすごい、なんて言うんですかね、こういう、 まあ一応その後ちゃんと瞑想ラジオの方にもトークテーマ募集されてたんで、あのー、ほっとしましたけど、あ,<ー> <laughs> あのー、本当でで、で山本さんちゃんとね、このおっさん FM の方にもこう、あのお便りを書いていただきまして、本当にね、ありがたいなと思って、<ー>も<う>ありがたい。<laughs> 僕なら怖くて逃げますけどね。<laughs> いやー、もうね、なんか、その自分の勘違いに気がついた時はね、本当なんだろうね。 こう足元が崩れる感じがしましたよ、ほとぐらぐらぐらっつって。俺は何,何をしてるんだみたいな気も。気持ち悪って自分で自分のこと思いましたけどね。なるほど。こっちこっちって、ね。こっちにに時間を戻したい時間を戻したいって思いましたけど。はい、で,で、まああの、せっかくお便りをいただきましたので、えーまあ、ちょっとあの、ね、ご質問に答えたいなと思うんですけども、うん、長山さん、いかがですかね子供に関するルールとか。うん,うーん ルルールか家庭のルールみたいなところなんですかねなんだろうなそもそもあります長山家ルールみたいな長山家家訓みたいなやつですけど家訓みたいなルールはないっすね、うん、ルール決めてること例えばうちだと、うん、え小学生のまでは夜9時までには寝ることみたいなあーなるほどじゃあそれはルールはルールす、ね、うす寝る時間も目 一応9時ぐらいまでにはってなってるけど、なんか、絶対、明示はしてないな。してないですか。あと、うちはあの、ほら、子供が少年野球やってるんで、野球で汚れたユニフォームは、絶対自分で風呂場で洗ってから洗濯機のところに置いとくことっていう。あーあ、それは大事っぽい。うん、これはね、<ー>結構、他の家聞くとあの、もう汚れたまま出して、親が洗ってる家が結構多いって聞くんですけど、うんうん、まあ、なんか、洗うのも大変だし、まあ、結局、そのね、大きくなって野球やったら、 部活動とかやっていくとねいつか自分たちで洗わなきゃいけない時が来るわけですから「洗ってくれ」と言ってたりしますけどね、うん、まあこんなやつですよルールねうん一応なんかねコールサックいろいろ言ってはいるんですようん、うん、多分その例えば自転車のヘルメットをリビングに持ち込まないとかはい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  ようにしててとは言ってるけどかそうかルールはあるはあるけど守られてないのかってことなのかなその時は守られてない時うちもね守られてないルールいっぱいあるんですけどどうしてますその,その都度言ってるのか割と諦めてまあいいかなって感じになってるのか。うん <laughs> 都度言ってますね。言ってますか。うん。まあ、そうだまあ、最近それはもちろん手を洗う。帰ってきたら必ず手を洗うっていうのはもうルールになってるし、それは習慣化されてるかな。うん、だから、うん。でも、それでも、まあ、子供なんで、うん、こう、わーって中入っていっちゃう時があるから、その時は、先に手洗うんだよ、みたいなことは、毎回言ってるって感じですね。うん。ヘルメットのことについても毎回言ってる。なんか、あれなんでしょうね、きっと。子供が、 自分たちにこう実害がないルール、守らなくても自分たちに実害がないルールは、ちょっとこう守られにくい感じがうちはしますね、うん、その。うんうん。ね、例えば部屋片付けろとかね。部屋片付けろは別にリビングで勉強すりゃいいし、寝る部屋も別にその畳の敷いたる和室で寝てるんで、子供の部屋が汚れてても自分たちがまあそこに我慢できれば別にいいやってなってて全然片付けねえし。 ただユニフォームは自分で洗わないとねその親が洗ってくれるわけじゃないから次履くものがないから洗わなきゃってなっちゃうしみたいな、うん、そういうのでなんかこう守る守んながうちの,あの子供たちはルールといえば、うん、最近その妻がちょっと忙しかったりするのもあって、うん、こう部屋がなかなかあの片付かないっていうことを嘆いていて。 嘆いているというか結構ストレスが溜まっちゃってて。で、土日せっかくお休みなのになんかゆっくりするというわけでもなく部屋の掃除とか整理整頓しなきゃいけないっていうのがこうなんか釈然としないみたいな感じだったんで夕食食べ終わった後のまあうちは7時半ぐらいに食べ終わるんで7時半から5分だけ整理整頓お片付けをするっていうのをこの間決めて いいですね、うん、アレクサが、えっと、その時間になると、えー、そうそうだからそのコーナーの名前を決めようって言って子供に名前を付けさせたんですよ。5分間で整理整頓したりとかお片づけすることなんていうコーナーにしようかっていう話をして。 そしたらなんか「5分で綺麗っていうなんか割とそれっぽい名前が出てきたので「あ,あじゃあそれいいじゃん」ってなって、うん、で、うん、アレクサが7時半になったから「5分で綺麗の時間です」っていうふうに言うようになってでそこであの音楽流しながら5分間みんなであの、まあ、今日遊んだものだったりとか洋服だったりとかカバンだったりとかいろいろ床に落ちてるものをとにかくあるべきところに戻す余裕があればなんかその辺拭いたりとか履いたりとかもするみたいな。うん そういうことをするようにし始めて1週間ちょっとぐらい経ったのかな。うん、なるほど。で妻はすごく喜んでますね。もうなんか私はこの時間が終わると本当にいい気持ちになるって <laughs> 言っていて<ー>あの本当にまあ普通の状態というか何も床にないものがない状態になるんでまあその忙しくても土日そこでね掃除機かけるとかすればそれなりに綺麗になるってところまで持っていけてるから。 それはなんかやってよかったなって感じですね。まあそもそもあれ、ほら、淳さんのところが、あの、ゲストに出ていていただいた、淳さんのところが土曜日にあの掃除をするっていうのも、うん、こう、なんていうかな、感情とかじゃなくて、こう、ルールにしちゃって、それを習慣化してるから、うん、こう、自動化できてるみたいな話をされてたじゃないですか。で、まあ、ああいうのい,ついずれ、こう、導入したいなと思ってたんで、その、まあ5分だけっていう、その時間が短いっていうのが一つと、 あ始まる時間も固定化してこうなるべくその感情やりたくねーっていう感じじゃなくてさっ、まあ、と終わらせるみたいな感じにできるようにっていうのはちょっと始めてみましたうちも結構片付けができない家なのでうらやましいですその片付けの時間うんで多分うちで導入しても多分うまくいかないなっていうその何 <laughs> かこう永山さんちはなんかうまくいってるイメージは湧くんですけど <laughs> ううちの連中はしなないだろっまあねまあうちまだちっちゃいかなまだ言うこと聞いてくれるからし、うん、ノリもまあいい方だからそれが助かってるような気がしますねうん、うん、だから早めにこういうのを習慣づけたくといいかなというふうに思ってはいるのでただなんか23日続けたら下の子が急に「この時間もう嫌」って言い出して <laughs>。 <laughs> 急に弱音, <laughs> 弱音を吐き出したい <laughs> <laughs> 弱音を吐き出しましたか、うんうん、なるほどそうでももうどうにかこうなだめすかしても、うん、5分だけだから5分だけだから <laughs> みたいな感じで <laughs> タ,イマータイマーをね最近、うん、キッチンタイマーを僕が買ってそのご飯を量、うん、るのにでそういうのも子供巻き込もうと思って子供ははんかそういうのをおもちゃだと思ってるからタイマー 普段は触らせないけど、その時に触らせてあげるみたいな感じで、5分測っていいよとかって言って、<ー>測らせたりとかして、こう、どうにか <laughs>、<laughs> こう、引っ張り上げてね。そうそう。あと最近、だからそれやりたくないみたいな、ちょっとテンション下がってたから、えっと、うん、表を作って日付書いて、うん、できたらシール貼れるようにしたんですよ。うん、はい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 、うん、で、シールもあんまりテンションはあ湧かないっていうから、シールに全部に僕がこう顔の絵を描いて <laughs>、 今日掃除始まる前に今日はどれ貼応のとかって言ってはい、はい、選ばしてで始めて終わったら貼るみたいな感じの感じでやったりとかめちゃめちゃ優しいお父さんじゃないですか何ていうの,、うん、いうのとにかくテンション、うん、テンションをキープするみたいな、うん、そういう工夫みたいなのを知ってますねうん,うん素晴らしい素晴らしいですね なるほどな。うちはまあさすがにね、中学生二人とそうでしょう。中学生って、シールじゃ喜ばないからね。<laughs> シールじゃ喜ばない。けどなんか、あの、自分自身が中高の時って、あんまりこう家の手伝いをほぼしてなかったんですよ。もう母親任せで。うんうん、してました、長山さん。いや、全然しないっすよ。全然、もうだからなんだろうな。僕は自分はそれ九州生まれというかね、九州男児だからだと思ってたんですけど、まあ意外とね、その、 家のことってしてないんじゃないみんなって思ってたんですけど、うん、まあ妻が、うちの妻がですね、4人兄弟、四人、まあお兄ちゃん、えー、弟、妹がいる、うん、えの長女っていう感じなんですけど、奥さんの方の家では結構お手伝いをしてたらしいんですよね。なんかまあ共働きで、うん、お父さんもお母さんも働いてて。兄弟みんなで,で。兄弟みんなで、まあ家のことをちょっとずつ分担なのかわかんないですけど。<ー>だから、その妻からすると、 家のことをみんなでやるぞみたいなモードに、昔から言ってて、それは。家のことは、なんだろお父さんお母さんに任せるんじゃなくて、君たちも参加して、その、やっていくんだぞと。じゃないと、うちの家は成立しないぞっていうのを結構ちっちゃい時から言い聞かせてるんで、例えばお風呂掃除をね、できる時から始めてみたりとか、その、なんだろうな、自粛期間が始まって、 子供たちが家にいるときは、晩ご飯を子供たちがこう作ってくれたりとか、家のことに参加して、クリス家っていうのをみんなで運営してるんだぞっていう、うん、モードに持っていってるのは、なるほどなと思いましたね、僕は。ああ、そうですね。それは。僕もだから一人暮らしのときは全然家の掃除とかしませんでしたけど、うん、やっぱり家、自分がしないと誰もしないんだとか、あと自分が今できるんだったら、ちょっとしとくと楽だなって思うことは。 なるべくやるようにして気が付いたらやるようにしてますから、うん、そういう、ね、気持ちの持っていき方というか三角意,意識みたいなあでも確かにね,そのそうねお父さんお母さんの家に住んでるんじゃなくて自分の家なんだぞという感覚を明確に持ってもらうっていうのはいいのかもしれないな確かにみたいなのを、ね、最近は大事かなと思ってやったりしてますねう そんな感じですかね。これでお答えになってるかしらなってるでしょう。<laughs> 身につけてほしいこと。うん。あります身につけてほしいこと。な。いや、まあ、自分で生活できてくれればいいなと思いますけどね。まあ、そこだよね。うん、そこ、そ,<れ>そこなんですよ。うん、そこね。結局、自分が一人暮らしとか状況とかしたときに、うん、その生活を成り立たせるっていう、 うんうん、スキルが全然ないなっていうふになったんですよね。うんうん、でまあ僕はたまたま今の妻とその時も一緒だったからそのもうどうにか転がれ込んで <laughs> 生活を維持してもらうみたいな感じで <laughs>、うん、その助けてもらってたんですけどもし仮にそれがなかったとしたらどうなってたんだろうなと思うぐらいその生活能力がなかったなと思うんですよ。 なんで、うん、せめてねなんかもうちょっとその自分が何かしたいと思って家を出た時に、うん、何かしたいと思って家を出てるはずなのに生活ができないからストレスが溜まって何かしたいことの足かせになってるっていうのはちょっと本末転倒だなってなっちゃうじゃないですか。確かに、うん、かそうならないようにはなってほしいなっていうのはその、まあ、長期的にはだ18とか20歳ぐらいまでに。 うんうん、そういうぐらいは思ってるけど、まあ今はちょっとまあ、まだちょっとカオスだね <laughs> ま。まだね、まだ小さいですもんね、お子 <laughs> さんがね。うんうん、まあこれからですよ。はい、もう、ちうちはもう中3、中1で、もう、中学生になるとまた全然ね、こう、親の、まあ、悩みというか、子供に対する接し方も全然違うしね。そう,うか、もう大変そうだな、ね、うん、それは。逆に昔のことがちょっと思い出せなくなってる自分が怖いです。記憶が、<laughs> 記憶がみたいな。 あれって思っちゃったりねしますね。はい。というところですかね。はい。はい。えー、お答えになってるでしょうか。なりましたでしょうか。はい、はい。またですね、こういう感じで、あの、テーマをいただけますと、はい、我々も非常に喋りやすいというかですね、はいろいろと喋っていきますので、他の皆さんもぜひともお便り、感想等をいただけると嬉しいなと、はい、思っております。セッカーもお送りしま、あ、そうですよ、はいただちょっとね、あの、今回、 前回でちょっとね、あのー、まみぺこさんのお便りで送ったところで、ステッカーの在庫が今、ちょっと切れてるので、うん、えー、ちょっと、発注をしてからお送りしますので。ちょっとお待ちください。カ、えー、かおりさんちょっと、すいません。ちょっとだけお待ちください。ちょっとだけ。はい、必ず、<laughs> 必ず送りますので。はい。はい。というところで、えー、今週のおっさん FM は以上となりますね。はい、はい。では、また来週お会いしましょう。さようなら。さよなら。